ポートランドのワシントン公園、まあ、バラ園とか日本庭園とかがあるとこですね。そこに行こうと思って、まあ、すぐ近くにこの、ツーパンズっていうんですかね、マーケットがあったんで寄ってみました。隣はスターバックスでね、あの木がワシントン公園 でこっちの方には、ピタッとピトックマンションという邸宅があります。観光地になってますけどね。ここが結構、食材が多くて、まあ、日本でいうところの明治屋みたいな感じで、なかなかいい感じのお店でした。今度もしまたポートランド来ることがあったら、この近所に住んでね、でここで出来合いの食材買ったり、ワインもすごいいっぱいありました。でしかも安いですね。ドンペリが139ドルで、ブーブークリコのグランダムも139ドルで、クリュックも139か150かな。どれもこれも安かったんですけど、なんで安いのかなと思ってよく考えたらね、消費税が結構大きいんでしょうね。10何%、多分、ワシントン州とかカリフォルニア州より安いという感じで、お酒も安かったです。まあ気に入りました。もしポートランドに来る予定があって Airbnb を使う方はですね、この近所に宿を取ると楽しいんじゃないかなと思います。